っな,らない,のかというふうなことで、まあ今日のテーマのハロウィンにつながって、やっと繋がってきたわけだよね。で、それまでも実はそのハロウィンパレードっていうのは、あの USJ はやってたんだって。で、でもそれは昼間のパレードで、えー、その昼間に USJ のパレードをやることによる集客っていうのは、せいぜい7万人ぐらいだった。つまり7万人、 ハロウィンパレードをやってることで観客が増えたんだけども、到底そんな7万人ぐらいでは、そのハロウィンパレードさ、バレードって言うからさ、一応いろんな服を着て、特別の飾りとかをつけたあの自動車とかを用意して、ガードと動かさなきゃいけないじゃん。かなり経費かかるんだよ。で、それで7万人しか増えないから、正直言って赤字のイベントだったんだって。で、<coughs> これね、新しいイベントにして、この7万人を14万人にすると、まあ、黒字になる。 ど、どうにかこれできないのか。ということで、森岡さんが考えたのが、10月というのは何なのか。そもそもハロウィンはどうでもいいと。10月一番伸ばせる伸びしろは何なのかと。考えてみれば、テーマパークって10月って、涼しいし気候がいいし、もっと客がいい、いてもいいはずなんだけども、なんか夏休みほど家族旅行のイメージないし、クリスマスみたいにカップルで来るイメージもないと。春休みみたいになんかこう新学期が始まってみんなあの旅行しようってそんなこともないから、 気候自体はいいのに、なんか売り上げが落ち込んでる時期なんだって。で、売り上げが落ち込んでる。でも大学っていうのは、大体の大学は試験が終わって休みだから、人来るはずなのに、どうやって来させればいいだろうってことで森岡さんが、ガーッとターゲットを絞っていったんだって。とりあえず、みんなに来てくださいとか、家族で来てくださいとか、そういうようなことを言っても無駄だった。誰をターゲットにしようかということで、マーケティングした結果、女性っていうふうになったんだ。恋愛映画ってさ、女性、 あの、女の人が行くじゃん。あれ、秋に多いよね。あの、ほら、大体夏の SF 映画のブームが終わってから、あの、最近まで、えー、っとね、君の名は以外の映画って、まあ、しょうもない映画多かったじゃん、正直言って。で、これ何かっていうと、6月と10月っていうのは、 あんまり当たらない映画が多いんだよ。で、当たらない映画っていうのは何だけど。で、10月っていうのは、10月、11月っていうのは恋愛映画を入れるんだ。今で言うと、ブリジット・ジョーンズの日記の、まあ、第3弾だよね。あれ何かっていうと、秋は女が寂しくなる季節っていうのが、マーケティング業界では定説なんだって。特に独身女性がすごい寂しさを感じると。いわゆる、 あの、クリスマスが近づいてきて、なんかだん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 焦ってきて、夏なんか友達同士と騒いだんだけど、それも終わってしまってっていうふうなことで、秋は女が寂しいよ。これはマーケティング業界の定説。で、中でも森岡さんが考えたのが、女の人を、 独身の女の人がストレス解消で叫ばせるようなイベントにすればいいんじゃないかと。そういうふうにして USJ に叫びに行きましょうみたいなキャンペーンで完全に独身女性にターゲットを絞ったのを考えた。で、それでそのハロウィンパレードでお客さんを怖がらせる。 叫ばせるイベントっていうのを考えたんだけども、その時に使ったのがね、なんかね、シンボルキャラクターでベッキー、その当時の <laughs> ベッキーだよね。ベッキー用意して、ベッキーが怖いけど面白いっていうセリフを言わせて、それで USJ に女の人を集めるのに成功させたんだよ。で、これがね、やっぱりね、あの、大成功というかね、何がうまいのかって、結局コスプレして、ゾンビの格好をして、で、USJ に集まりましょうというふうなことが、これ2 0 11年から始まったんだけどさ、客が客を怖がらせるんだよね。これも投資金額ゼロなんだよ。 ええとね、一応ね、あの、ユニバーサル側では怖いゾンビっていうのは仕込んでるんだけども、それは昼間のパレードであまり働かなかったやつをゾンビメイクにしてやってるだけなので、もうほとんどバイトも増やしてないんだよね。で、それより何よりも客が怖い格好してきてくれるから、あとは園内の電気を暗くすればいいだけっていう、<laughs> とんでもないね、あ、これはうまいわ、と。で、そこでもう一つ、なんかね、あの、何年後かから始めたのが、 これなんだけども、ちょっとこれ電気消してくれる?。これ知ってるかな?。よいしょ。これね、あのゾンビの餌食っていうやつなんで。これね、あのユニバーサルスタジオで、あの売ってるんだけれども。これ一個二千円なんだ。 で、これをかけてると、ゾンビが重点的に襲ってくれるっていうやつで <laughs> すごいよね。あの、遊園地でお化け屋敷で襲ってもらうのに、なんか、広い環境でゾンビがいるんだけれども、襲ってほしい人はこれをかけてると、例えば5人ぐらいのグループで行くと1人かけてるとこれを襲われるから、これを順番にかけたりもできるし、 あとな、人になか貸すこともできるし、終わった後も、で、これ今年のやつから改良品で、ここの上に赤いライトがついてんだけどさ、ゾンビが近づくとこれがピカピカ光り出すらしいんだよ。で、これが毎年変わる。去年はなんかでっかい真っ赤な心臓で、一昨年はでっかい目玉だったんだけど、これ毎年毎年変わるんだよ。で、これね、あもういいよ、明かりつけて。 これをねみんなに見せようと思って俺は昨日ユニバーサル・スタジオに入らずに入り口まで行って入り口に売店あるんだよ。中に入,中に入ったらさ7,000何百円かかるじゃんってで,で行ったらもうこの2,000円がさすでにさ1300円に値下がりしてたから今だと思ってガッと買って帰ってきたの。 <laughs> えー、お疲れ様でしたよ。<laughs> みんな今そのスタジオにガンガン入ってるというか出てて楽しそうなところで俺シューッと売店に行ってこれだけ買ってシュッと買えるというなんかね自分自身ちょっと俺かっこいいなというふうに思ったんだけど <laughs> やってきたよ。でまあこれのおかげで客が客を怖がらせるあと思いっきり叫べる怖いから面白いとこのコンセプトで 当初7万人、昼間ものすごい金をかけたパレードで7万人の集客だったのが、まあ倍の14万人ぐらいいけるかなと思ったら、このゾンビのやつが始まった瞬間に、なんだろうな、あの、自分からメイクした客が膨大に集まりだして、ユニバーサルスタジオ駅は人の出入りができないほどの混雑になって、結果的にね、40万人入ったんだって。で、この40万人という数字がどれぐらいなのかっていうと、スパイダーマン、 ザ・ 4D ライド e っていうめちゃくちゃ金かけたアトラクションがあるんだけど、あれの年間集客が40万人だって。 一年間でスパイダーマンのすごい金かけた世界最新のアトラクションが一年かけてかかる集客をその6分の1の2ヶ月間で予算ゼロで40万人達成してよっしゃーっていうふうにもう本当に森岡さんマジでその時は叫んであまりに嬉しくてブログにそれを書いて社員全員に読めと共要したそうなんだけどもそれぐらいねこうやった感があったんだってさで あの、やっぱ面白いのは、その2000円払って襲ってもらう権利をね、買わせるということで、実はこれ何かっていうと、ゾンビみたいなのをやったら必ずね、お客さんからちょっとしたストレスが、ストレスとか苦情が来るんだよね。それは何かっていうと、襲ってもらえなかったとかさ、あとなんかゾンビどこにもいなかったみたいなものがあるんだけども、こういう有料のものを一つ入れることによって、もちろん何でも金だなっていう感覚はあるんだけども、 あれを買ってれば襲ってもらえたんだな。で、あ、なんだろ、う、俺別に襲ってもらえなかったのはあれを買ってなかったからだ、みたいな言い訳ができて、なんかね、いわゆる公平感平等じゃないんだよ。平等にみんなを襲うんじゃなくて、襲ってほしい人はこれかけてくださいっていうふうなもので、公平感が出たというのがね、俺こうあの上手いところだと思うんだ。 でそれ以外は客同士が、まあ、お互い脅かし合えばいいわけだからさ <laughs> そういう方法もあ,あってですねなんかねその辺が面白かったよ <laughs> <laughs>